リナとマイカとレイチェル。ティアラチャンネル。皆さんこんにちは。ティアラチャンネルのマホとネネとリナとマイカです。今回のテーマは、はい、コメント募集です。はい、はい、みんなの学校あるある教えてということでコメントを募集したいと思います。はい、おちなみにみんなの学校あるある、はい、はい、じゃあネネどうぞ。ネネど ネネど一番に思いつくのは学校の給食を勝手に使われる。あ、先生から余り物があるあ、そうそう、なんかさ、何班とか言われる。それはいりませんかって言われる。でもね、何班って言われる。はい、はい、はい、じゃあマホ。なんか、学校に早く来た人が多い。で、門が開いてない時に、門開いた時にさっさと入る人。あ、めっちゃ混む。めっちゃ混む。みんな門の前で待ってるってこと？で、それでドアが開いた瞬間、バーって入って、なんか戦国時代。大量発生。はい、私たちなんですけど、アリサなんですけど、給食時間とか、いろんな休み時間とかに、ねえ、トイレ行こう、一緒にトイレ行くんですよ。チームで行くね、チームあるある。クラスの中に、一つか二つか三つは女の子のチームができるんですよ。誰かと誰かと誰か、そう、みんな、なんかさ、こんなんない？ちょっと男子先生いるよ。やっぱいるんだ。男子は、あ、ごめん。そう、結構謝る。男子を一番黙らせる方法。だけど言えば、いつどこで何が起きるの？あ、そうそうそう。ゆな、どうぞ。朝早く来た人で、クラスの鍵を誰が持っていくかみたいな押し付けがすごい。取り合いじゃなくて押し付け合い？給食時間に、コンコン失礼します、何年何組誰々です、お皿は持っていませんか、あるある、他のクラスにね、行っていくね。なんかお皿ある、なんかラジカセとかラジカセ、なんかCD ならあるよ、CD ちょっとね、壊れた時とか、あ、なんかテレビが使う時に見せてください、他のクラスがボワーってくる。あれない、掃除あるあるで、ほうきの取り合い。ない。決まってるもん。決まってる。なんか先生用のほうきを取る。ああ、はい、ということで、視聴者さんの、学校あるあるをコメントで教えてください。教えてください、教えてください、教えてください、お待ちしてるよ。バイビー。